はいどうもこんにちは、おじしんしです。はいどうもこんばんは、マリサです。おはようございます。今回はですね、デイ2デュエルにやってまいりまして、龍馬返し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 、からの半宇宙の疑心を見ていきたいと思います。何言ってんだこいつ。ってことで自分のパーティーにフツ主を入れてデュエルに挑みます。そして相手パーティーにもフツ主がいることを確認しました。あとは物理攻撃で殴っていきます。すると、当然龍馬返し。からの龍馬返し。からの龍馬返し。からの龍馬返し。そしてデミウルゴスの半宇宙の疑心。もう一つおまけに半宇宙の疑心。なんだこれ。まだ自分のターンが終わってないのにボロボロですよ。満身創痍じゃん。からのエスペリアの巨竜。もうやめて。一回物理攻撃をしただけなのにこの仕打ちとはひどい。ひどいけどおもろいな。ってことでデミウルゴスを先に倒してしまえばこっちのもんでしょ。おう。ここからフツ主のターン。デミウルゴスが消えたのでこちらの龍馬返し反射ダメージが通るようになりました。あとはラドンを倒すだけの簡単なお仕事です。はい、お疲れ様です。ってことで龍馬返し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 半宇宙疑心疑心エスペリアの巨竜いかがだったでしょうか。また面白いことが起きたら動画アップするからゆっくり待っていてね。この動画が気に入った方はチャンネル登録とツイッターフォローよろしくです。コメントもどしどし待ってます。今後ともよろしく。よろしく哀愁。